今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回はファルコンステークスのラップ分析を行っていきます。はい、ということで今回は血糖から少し外れた内容にはなってしまうんですが、ファルコンステークスのラップ傾向と出走各馬の高走ラップパターンを照らし合わせて分析し、今回要求される、ラップに対して、高い適性を持つ馬ということで注目馬2頭をご紹介したいと思います。なお今回は出走馬確定前の事前考察としてお届けいたします。血統、馬場状態、枠順、その他のファクターを考慮した最終予想に関しましてはレース前日にメンバーシップ限定での配信とさせていただきますのでご了承ください。はい、それでは今回も大事なところに絞って手短にお届けしていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、それでは早速内容の方に移っていきます。まずはラップ傾向といたしまして、過去5年のレースラップを、折れ線グラフで表示させていただいております。もちろん毎年ばらつきはあるものの、大体同じような形をしているかなというのが見て取れるかなといった形です。前傾ラップですね。前半が速くて中盤後半と徐々に失速していくような形が見て取れるかなと思います。こういった傾向からはですね、ハイペースに対応できるスピード能力はもちろんのこと、最後まで止まらない持続力が問われるようなレースの質になるのかなといった形です。はい、続きましては過去5年の、レースラップ平均を取ってみました。過去5年の平均ですね、前半サンハロンの、タイムが33秒台に突入するような傾向となっております。33秒94ですね。こうして見るとやはりまずは、前半めちゃくちゃ速い流れへの対応が鍵になるかなといった形です。先ほどご説明させていただきました通り、やはり、このハイペースに対応できるスピード能力というのがまず大きく求められるところかなと思います。こういったスピード能力と、最後まで止まらない持続力というのをラップ分析から見出していきたいなといった形です。はい、それでは今回のラップ分析の方針ということでまとめさせていただきました。このレースですね、過去5年の平均が、前半サンハロン33秒台に突入するというハイラップハイペースが、特徴的なレースとなります。今回の出走メンバー見ても前走で逃げている馬、先行している馬が多数ですので、傾向通りハイペースになりそうかなといった形です。前半サンハロン今年も33秒台に突入するかしないかといったところで、通過しそうかなと今回も見ていますので、前半34秒0前後あたりからの前傾ラップ戦を想定して見ていきたいと思います。前半早く流れたレースでの実績が絶対条件かなといったところで、その中でも前半中盤と緩まずに流れた一貫ラップでの 1400m、1600m 戦での実績があればなお心強いかなといった形です。この2つのポイントをしっかり厳選して見ていきたいと思います。はい、それではそんなファルコンステークスへ向けて高いラップ適性を持ちそうな馬ということで、今回注目馬を2頭挙げさせていただきます。まず1頭目はペースセッティングですね。このペースセッティングにつきましては、逃げ切った未勝利戦、芝 1200m のレースなんですけども、その未勝利戦と、前走2着には負けてしまっているんですけども、逃げて2着に粘った新山記念、この2つのレースを参考レースとして取り上げさせていただきます。未勝利戦につきましては前半サンハロン32秒9という、超絶ハイラップを高時計で逃げ切っております。この時の2着ビッグシーザーは、その後ですね、4連勝していまして、2月にマーガレットステークス、1200m のリステッド競争を圧勝していますので、もうこの時点でですね、世代最強クラスのスピード能力を証明していたのかなといった形です。この内容だけでは、かなり強いスプリンターなのかなといった形なんですけども、前走ですね、新山記念、こちら 1600m のレースなんですけども、前半やや早い流れで、それほど、中盤も緩まずに流れた持続力の問われるマイル戦でしっかり2着に、粘り込んでいます。この時の1着だった、馬がですね、かなり強い、馬の可能性があるかなと見ています。ライトクオンタムですね、桜花賞でも個人的には高い評価したい、馬の1頭かなといった形なので、致し方ないかなといった形ですね。この新山記念では、マイルでも対応可能なスピード持続力を証明したような内容だったかなと思います。1200m の未勝利戦で、驚異的な
スピード能力、もうこの世代屈指のスピード能力を証明したような形だったかなと思います。前半速い 1600m にもしっかり対応してきたことで、今回速い流れの 1400m ドンピシャなのかなと思います。かなり高い能力を持っているかなと思いますし、速い流れの 1400m 適正的にドンピシャの可能性が高いですので、今回注目馬の1投目として挙げさせていただきます。はい、続きまして注目馬の2投目として挙げさせていただきますのは、バグラダスですね。このバグラダスにつきましては1勝クラスを勝った時のレースと、朝日杯フューチュリティステークス5着だった時ですね、この2つのレースを参考レースとして挙げさせていただきます。1勝クラス、勝ち上がった時のレースに関しましては、1400m 東京の 1400m のレースだったんですけども、前半サンハロンが34秒3と、まあ、2歳戦にしてはそこそこ早く流れたレースをしっかり後位から、上がり2位の足を使って、後位差し切りといった形でした。まあ、2歳戦にしては早く流れたレースにしっかり対応してきたというところで、まあ、ハイペース体制はかなり、この時点で、証明していたのかなといった形です。その後朝日杯では、距離延長で、マイル戦に臨んできたわけなんですけども、こちらも前半3波の34秒1と、かなり、早く流れたレースで、後半に向けてこう失速していくのが前傾ラップですね。このレースをまあ強気の先行で5着っていうのはそこそこ強い内容だったのかなと思っています。こちらもハイペース体制を証明しましたし、まあ、マイルでもそこそこやれたというのは今回に向けて、かなり好材料かなと思っています。距離短縮へ向けてもいい内容だったかなと思っています。まあ、1勝クラスとこの朝日杯フューチュリティステークスで高いスピード能力を証明したのかなといった形です。まあ、正直もうワンパンチ欲しい印象なんですが、この2000の内容から速い流れの 1400m 戦、このバグラダスにつきましてもかなりドンピシャの適性を持つ可能性があるのかなと見ていますので、今回2投目の注目馬として挙げさせていただきます。はい、それでは今回ファルコンステークス、例年の傾向通りですね、前半サンハロン34秒0前後ですね、33秒台に突入することも視野に入れて、そこからの前傾ラップ戦を想定して注目馬2頭を挙げさせていただきました。ペースセッティングとバグラダスですね。もちろんこの他にも注目するべき馬何頭かいて、今回挙げるか挙げないか迷った馬も何頭かいるんですけども、まあ、もちろんそういった馬も含めまして、血統馬場枠順を考慮した最終予想はですね、レース前日にメンバーシップ限定で配信させていただきます。もちろん、土曜日につきましてはファルコンステークスもありますし、もう一レースですね、重賞フラワーカップもあります。フラワーカップファルコンステークス、そしてその他の、平場レースの推奨馬につきましても、一部はメンバーシップ限定での配信をさせていただきたいと思っておりますので、ぜひこの機会に、メンバーシップへのご登録をご検討ください。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。血統データ備忘録 YouTube チャンネル、今後もこんな感じで、重賞予想ですね、ラップ分析による重賞予想だったりとか、レースの予想に役立つ血統データ積極的に配信してまいります。チャンネル登録者数も3000人超えましたし、メンバーシップにご登録していただいている方々も、もうすぐ100人に到達ということで、たくさんの方に、ご視聴いただけるようになって本当に嬉しい限りです。今後もですね、予想が当たるとき当たらないとき、いろいろあるとは思うんですけども、諦めずに懲りずに継続していきますので、ぜひ末永くよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録していただきまして、ぜひまた次の動画でお会いしましょう。